Justin Harrison and Andrew Swain. This is France and Australia on Australia's home of rugby, Stansport. 始まったよ。オータムネーション。秋の風物詩。いいっすね。この期間に国際試合がいっぱいあるんだよね。シーズンが終わったから。そうですね、ラグビー詳しいっすね。でもラグビーも大好きだよ。だからオーストラリア行ったりニュージーランド行ったりしているんだよ。あ、そうなんですね。かっこいいでしょ。これどこのチームですか、これ。これは今日はフランスとオーストラリア。これオーストラリア。オーストラリア、ワラビーズ。我らの。なんかヒゲ生やしてる人多ないですか。まあ、モーメンバーだからね。え、なんすかそれ。モーメンバー知らない。え、聞いたことないですけど、なんすか。だから11月はノーベンバーって言うでしょ、はい。で、口ひげ、まあマスターチ、はい、でモーって言うらしくて、はいはいはい、そのモーとノーベンバー掛け合わせてモーベンバー、この期間は口ひげを生やしましょうっていう。でもなんでなんですか、なんか目的とかあるんですか。そう、だからこういう著名人が口ひげを生やして、はい、こうテレビの前とか出ることによってがんの人たちをサポートしますよとか、こう認知のために、認知のために健康に関してこう注意喚起、はい、をしましょうっていう感じで、だからこの人たちはみんな口ひげ生やしてラグビープレーすることで募金してください。で、この人たちもちゃんと募金してる。めっちゃかっこいいっすよ、うん、俺もやるかな。やった方がいいよ。オーストラリア発祥だよこれ。そうなんですね。どこの国でやられてるんですか。オーストラリアとかニュージーランドで始まって、もう今やそういうラグビー強いところ全部やったり、だからヨーロッパももちろんやってるし。あ、そうなんですね。コウタさんいつなんかやってみたらどうですか。いや、もうすでにやってるやん。皆さんご視聴いただきありがとうございました。実は自分たちもモーメンバーやってます。視聴回数に応じて募金いたしますので、どんどん拡散してください。皆さんよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。高評価、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。それです。